私もクロエもどうしても生き返ってほしくて、私すごく頑張ったの。本当によかった。ずっと一緒にいるって決めたからな。でもマックスは私を救うためだけにたくさんの時空を飛び回ってくれた。本当よかったの。迷惑ばっかりで私のこと嫌になったりしないか。むしろ迷惑なのは私と私の力だよ。この町に起きてること全てがきっと私のせいで百病神だよ。違う、時空をかけるスーパーヒーローだ。そんな奴と親友だなんて、私は世界一の幸せ者だよ。望んでその力を手に入れたわけじゃないのに、それを私のために使ってくれた。でも心のどこかで望んでたの。普通じゃない人生を送りたい、冒険したいって。でもね、でもクロエと一緒じゃなきゃ嫌だったの。だからこの力もクロエのおかげなんだよ。科学的な説明とかそういうのよくわかんないけどさ、今二人でここにいることは偶然なんかじゃない。レイチェルもどこかで見守ってるはず。そう思いたい。うん、きっとそうだよ。レイチェルに感謝しないと。それで何があったの覚えてるんでしょ。パーティーの後二人で私ん家に戻ったんだ。ジェファソンに見つからないように。でも嵐がひどくなってマックスが灯台に避難しよう。でもクロエ、こっちに向かってるよ。すごい竜巻。あ、もうどうしたらいいかわかんない。全部私のせいなのに。やめろ、自分を責めるなって。マックスも十分やったよ。これはなんて大きさだ。これがレイチェルの怒りなのか、それとも私たちも。アルフレッド・ヒッチコックは映画を時間の断片だと考えた。授業に戻ってる。どういうこと。写真は被写体の喜怒哀楽を切り取る。またこの講義を聞かなきゃいけないの。もううんざり。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真。時間のループから抜け出せなくなってる。わかる人誰か。ダイアン・アーバスです。パニックっちゃダメ。一旦落ち着いて。アーバスの作品に捕らえられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。正直ヘドが出る。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンが出来上がる。みんな消えた。これも私が時間を歪めたから。もうわけがわかんない。夢か現実かわからないけど写真だけは撮っておこう。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さて、この先ずっと僕の暗室で過ごさないかい。君の無垢さは僕の感性を刺激する。お互いにとってとても幸せなことだと思うんだ。僕が取れば自撮りも必要なくなる。私がこんなこと言うわけない。何なのこれ。この日をどんなに待ち望んでいたことか。私、先生のことが好きです。敬語なんか使わないで。無駄にした時間を二人で取り戻そう。君はもうこの世界で一人ぼっちだ。
だから僕が君を愛してあげるよ。こんなのありえない。現実じゃないよ。どうして死なせてくれなかったの？それでも友達なの？私がどんなに辛かったか何も分かってない。私の家族まで巻き込んで。結局私を一人にしたのはマックス、あなたよ。そんなはずない。私はケイトの友達だよ。サミュエル、隠れても無駄だぞ。出てこい。僕の作品になるんだ。またジェファソンが追ってくる。やだ。死んで清らかだったのに。死んでもらうぞ。なんで分かってくれないんだ。僕が自分でいられたのはあの暗室だけなんだ。あんな田舎者に僕を殺させるとはな。灯台なら安全かな。
夢も覚めるかも。どこに行った？僕は生涯君を指導するつもりだったのに。君は写真家どころか芸術家にもなれないね。来なさい。授業は終わりだ。真剣な眼差しで教室の僕を見ていた頃が懐かしいな。もう一度君の教師になりたい。まだ教えることはある。マックス・コールフィールド、直ちに暗室に来なさい。繰り返します。直ちに暗室に来るんだ、マックス。みんな、残念なことと当校生徒のマクシーン・コールフィールドが痛ましい。マックス、どこにいるの？出ておいで、出ておいで。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいい。猿の惑星見に行こうよ。行こうよ行こうよ、猿見に行こうよ。リスも君を嫌いになった。しかもそんな、目覚めてよ。お前の盗みみたいやつが判明したらデイビッドをけしかけてやる。皮肉なもんだろう。ヒーローは俺だった。ケイトン・マーシュが飛び降りてさえいればコールフィールドを退学処分にできたもの。腐ったミカ、君は僕の守護動物だ。トバンガと友達になれなかったんだね。リスも君を嫌いになった。しかも腹ペコだ。マックス、俺、こんなのありえない。怖いよ。念のために証拠を。ロエ・プライスが車椅子に。早く車に乗れ。ドライブインに行こう。君を永遠に離さない。欲しいな。俺たちは猿になる。おいで、マックス。君は僕の守護動物だ。トバンガと友達になれなかったんだね。リスも君を嫌い。おいで、クロエもお前と同じ負け犬だ。この学校がマックス。嗅ぎ回らないでほしい。不快なジャンキーだ。ボタン一つでこの学校が吹き飛べばいいのに。俺はケイトを助けてたんだ。お前は何をしてた。リスも君を嫌いになった。ファイルを盗み見たやつが判明したらデイビッドをけしかけてやる。お前は偽善者だ。俺はいけすかないかもしれないが正直だ。お前はイカ様をしてる。友達の命をもてあそんでる。皮肉なもんだ。こっちに来やがれ。切り刻んでやるよ、彼女の。このバケモノ。冷たく腐った肉体を感じる。俺の豆をめちゃくちゃにしやがって。マックス、まさかまた空き瓶集めをやるの？誰がお前の仲間になんかなるかよ。レイチェルを見せたかったよ。僕の血染めの天使。おい、ここだ。レイチェルと一緒に下水管の中を流されてる。助けてくれよ。レイチェルを見せたかったよ。僕の血染めの天使。
レイチェルはモデルとしてだけでなく、見つけやすいところにあるならともかく、特に最後に会うために掘り返した。レイチェルが虫に食べられてる。鼻痛い。空き瓶の呪いってあるの？誰も助けてくれなかった。お前の死体をレイチェルの脇に並べて最高の写真を撮ってやるよ。おい、どうするつもりなんだよ。俺は死んじまったぞ。あと一個かな。レイチェルを見せたかった。助けてくれよ。もうこれで最後にしてよ。クロエはな、陰でお前を笑ってたよ。お前を好きだよ。だけどな、一応証拠に写真でも撮っておこうかな。まさかシェフを疑ってるのか？へえ、本当にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。知らないよ。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。え？買い物ね。もちろん迎えに行く。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃあ、さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいな。バカみたい。それがパパのいいところさ。クソ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。クソ、鍵はどこにいんだ？もう1ドル罰金。破産させる機会。発見。こんなところにいたのか。鍵を閉めといてくれよ。仲良く遊んで家を壊さないように。あとワインの試飲会はダメだぞ。まだ悪夢は続くの？君をモデルにレトログランジというシリーズを撮りたい。君にはレイチェルと同じ良さがある。マックスとは大違いだ。マックスはガキだから。同感だよ。しかもおしゃべりが過ぎて困る。意識だけ無駄に高いしね。学校でも嫌われてたよ。本当のスターは君だ。私ら二人ともマックスにしてやられたな。あいつ八方美人なんだよ。私らをもてあそびやがって。でも俺は君に夢中だよ。だからクロエ、お前みたいなイケてる女がなんでマックスなんかと。暇つぶしだ。パシリにもちょうどいいしな。確かにな。部屋にいいもんあるけど、どうだ？見ろよ、マックスが覗いてやがる。写真だったらいくらでも撮るよ。
りってのはこうすんだよ。ダサいマックスには無理か。ビクトリア、あんた大人だな。マックスとは大違いだ。あなたのタトゥー、すっごくセンスいいと思う。もっと早く一緒になってればよかった。せっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろう。レイチェルの代わりにマックス、あんたが死ねばよかったんだ。なんでアルカディアベイに戻ってきた。いい迷惑だよ。暗証番号はこれで最後にしてほしい。マックス、殺さないで。もうダンスもできないんだね。カリフォルニアで新生活を始める。娘、当然に思ってきた。俺は別に。これが復讐のつもりだ。リスを死なせてはいけないよ。あなた、誰なの？見てわかるでしょ？私はあなた。置き去りにされたマックスの中の一人。お願い、ここから出して。何？助けてほしいの？時空を自在に操って、過去も人も、すべて思い通りにできるんでしょ？私はみんなの力になりたかっただけなのに、人気者になりたかっただけでしょ。すごい力を使えるようになったのをいいことに、親切なふりしてみんなに取り入ってさ。ふりじゃない、本当に友達が欲しかったの。当たり障りのないことを言ってご機嫌取って、自力で友達を作れないから力に頼ったんだ。そうじゃない、みんな本当の友達だし、力だっていいことにしか使ってない。どんなに取り繕ってもあなたは偽善者だよ。あなたの行動がたくさんの苦しみと死を生み出した。黙って、私のせいじゃない。いいの？そんな偉そうな口聞いて。結局責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。当たり前でしょ、親友なんだから。その親友が辛かった時に5年間も連絡取らなかったのはどこの誰だっけ。だからってクロエが大切なことには変わりない。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないか。レイチェルみたいにね。無駄だよ、あなたなんか怖くないから。このままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと友達だなんて思ってないんだから。ほんとバカだよね。私、あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。クロエはそのうち全てを。あら、噂をすれば。いい加減にしろよ。お前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。5年経っても相変わらずだな。本当、会えて嬉しいよ。決まりだな。じゃあ飛ばすよ。確か先月誕生日だったよな。この曲上がるな。恥ずかしがんなって。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのは力のこと教えてくれよ。やばいよ。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的。また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。命の、ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。違う。せーの。うわ、そ
うしようか。水から出たら凍えるかも。笑って。せーの。ほらやってみて、キス。マジで、マジでやっ。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。それは私が決めるの。約束したでしょ。うちのパパ、なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。あ、これいい写真だね。海賊ごっこした時、クロエ、よかった。嬉しい。ケイトだけじゃない、他にもこんなに。レイチェル、嘘だ、嘘だ、信じない。クロエ頑張れ、あと少しだ、少しだ。待て待て待て、マックス、しっかり。大丈夫、助かるぞ。